皆さんこんばんは。今回はスクラップメカニックをプレイしたいと思います。ではメインメニューからプレイを選びます。ゲームモード選択画面です。サバイバルを選びます。ゲームデータ選択画面です。動画用に作っておいたデータを選んでプレイをクリックします。ゲーム内の時刻は0時28分です。場所は例によってメカニックステーションの真正面ですね。今回は何をするかと言いますと、この作りかけの車にベアリングを取り付けたいと思います。1台の4輪の車を作るのに必要なベアリングの数は6個です。内訳はと言いますと、ステアリング用が左右1個ずつと、各タイヤの軸用として4つで合計6個ですね。というわけで、クラフトボットで作る前に手持ちがいくつあるか見ておきましょう。手持ちのベアリングが2個ですね。なので、あと4個作らないといけないです。で、ベアリングに必要な材料が、スクラップメタルブロック5個ですね。1つのベアリングにつきスクラップメタリック5個なの。スクラップメタルブロック5個ですので、4つ作るのに20個必要ですが、十分ありますね。というわけでクラフトしていきましょう。まず2つ。15秒かかるんですね。1個あたり。3つ目のクラフトをクリックして、4つ目のクラフトをクリックしました。あとは待つだけですね。待ちながらクラフトして、クラフトというか取り付けしていきましょうか。こっちも取り出して、さて、ではまずはステアリングのところから。ステアリングのところからつけていきましょうか。作業しやすいようにリフトを上に上げて下に潜り込みます。そしてベアリングを選んで、ステアリング用のベアリングはここにつけます。真下ですね。右側もつけます。これでステアリング用のベアリングの取り付けが終わりました。で、次はサースティーに、サーストメーターが点滅してきましたので、トマトを食べます。4番選んで左クリックボタン。そして次はブロックを、このステアリング用のベアリングの下にさらにブロックをつけます。これで上のブロックと下のブロックの間で、先ほどのベアリングの軸に沿って軸周りに回転するようになります。これでステアリングが実現できるわけですね。そして次は車輪の軸用のベアリングを取り付けます。フロントからいきましょう。左側、こうですね、外側、先ほどのブロックの外側につけます。こちらも右側の同じように外側につけます。これで前輪軸用のベアリングが取り付け終わりました。で、2個さらに出来上がっているので取り出して、今度は後輪の軸用のベアリングを取り付けます。同じく外側につけます。こちらも外側につけます。これでベアリングの取り付けが6個終わりました。というところで、次回以降、車輪を、ホイールですね。ホイールを作って、取り付けるという作業を次回以降やろうと思います。で、いいですね。
だんだん車らしい形になってきました。私だけでしょうか、そう思うのは。というところで、今回の動画は終わりにしたいと思います。続きはまた次回の動画でプレイしたいと思います。それでは、お疲れ様です。